いやー、ちょっと BOCW の感度の設定よくわからないなー。ちょっと調べてみるか。あ、これレスポンス曲線の設定だ。いや、これが一番気になってるんだよね。対してダイナミックは少しだけ動かしても結構大きく動きます。ただですね、スタンダードっていうのは倒せば倒すほどどんどん視点がこう加速していく、視点の大きさが加速していくっていうそう感なじになりの？ます。そしてダイナミッそうクな、がちょっとね、これまた後でそうな別で説明の？しようと思うんですけど、これモダンウォーフェアだとね、リニアに当たるんですけど、こちら何かっていうと、どれだけ倒しても同じなんですよね。加速がない状態、いわゆる加速をあ、切加る速といがうない状態の？の設定になります。で、本今当ね、に？口でいろいろ喋ったんですけど、ここからちょっとね、図で解説していこうと思そういや、ます。勉まあ、強そなこるまでの理な。解この人もエイム曲線の動画上げてるな。ちょっと見てみるか。説明が書いてありますけど、で、とりあえず直線、いわゆるリニアは前作でもほとんど誰も使ってないので、まあ、こいつは消します、まず。で、海外トッププロ勢も、まずね、ダイナミックが前作が一番多かったです。というか、あ、もうそう9なん割だ。ダイナミックか。AR でもまあ中距離で戦う場面、かなり激しく視点移動する場面において、加あ速がれ、かかなんっだってけ、るので、まあ、逆タイプによって SG じゃ一番ない、ないのしかやな。すい、視点移動がしやすかったんですよ。で、それに比べてスタンダード、スタン標ダ準のエイム曲線はずっとー、一定なので、あれ、まあ、一激定？しい戦闘においてはちょっと、あれ？まあ、プレイしにくいかなって個一人的には定、思います。だんで、だこんの速く標な準るかんじダゃイナなミックかい？どっちがいいかっていう問題は、このこの中人では、なんて言ってるかわかんないな。ダイナミックは近距離、中距離で、はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。今日はですね、このタクティカルの部分にスティムショットがね、あるじゃないですか。まあ、現状もうスティムショットが多分一番使われてて、もうこれ正直スティムショットないと、なんだろう、連戦ができない状態だと思うんですけど、今回はちょっとスティムショットをちょっと禁止にして昔ながらの COD スタイルで投げ物に変えながらプレイをしていこうかなと思います。スティムショットに頼らない立ち回りもちょっとね、お見せできたらなと思ったので、今回ね、この感じでプレイしていきましょう。で、アタッチメント 74U ですね。一番上のエクステンドバレル、レーザーサイト、フォアグリップ、スピードハンドル、ストックはノーストックでやっていきたいと思います。僕の動画の視聴者層が50%まだチャンネル登録未登録の方なので、まあ、よかったらね、もう2回以上見に来てくれてる方はよかったらチャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いします。はい、今回も途中参加です。もう途中参加ばっか、途中参加しかありません。でもやるしかない。ここにいる味方を救っていこう。おお、いいジャンプ。さあ、時には大胆に、時には大胆に。今日の私は、アシュラをも、凌駕する存在になるかもしれない。ペイッ。決めフラグ。スタン。忘れた頃にスタン。これだよ。これが COD。スタン投げて。スタン投げて。よいしょ。よいしょ。次の日はどこだ？右だ。まだワンチャンある。まず上取って右レーン警戒しましょう。はい、いない。ということは、センター入ってきてるんじゃないか？うわ、どっから撃ってきてるのか全くもってわかりません。一回下入ってみようか。敵の空爆だと？でも裏取りしようとしてるじゃん。もう一人裏取りしようとしてる。やらせはせんぞ。で、なんかこの辺赤点ありませんでした？上に逃げたかな？大丈夫だ。で、これ多分、敵は、こうセンター来てなかったら右です。はい！真下にいる。今行くぞ！はい！後ろか？今日もどんどん動こう。何をしてるんだ君は、そんなところで。うわあ！よし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 。ミサイル呼んじゃおうか。この部屋を救う。よいしょ。ミサイル。当てて。なあ、硬すぎないか、ちょっと。まあ、しゃあない。全然当たらない。いやー、この試合勝ちたいな。よかった、エリア行けるか？競合状態、そう。競合にも、だけでも、してくれたら、渡るのか、ここ。やばいな。ここで稼がれるとかなり厄介だな。待ってろ。今行くぞ。一枚。で、スタン入れるじゃん、これ。反応が奥だな、これ多分。手前にいるかもしれませんね。
よしよし、味方ありがとう、カバ。で、トロフィー炊きます。オッケーオッケーオッケー、もう一枚。削ったから、いけると思うな。いやー、もう一人来たかな。次のエリア奥じゃないかな、多分。ナイス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 。で、これスタン入れてからの、これ進んで進んで進んで、なんか、お芋さんがおるな。よし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 、これリスポーン取れたんじゃないか。エネミーガンシップ、エネミーガンシップ、まことか。ちょっとそこの赤点やりたい。よし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 、大丈夫です。多分そんな当たらないと思う、このマップは。大丈夫大丈夫す、だきっと大丈夫、大丈夫だ、みんな大丈夫、安心してくれ、大丈夫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 、うん、伏せ打ち、大丈夫きっと大丈夫、大丈夫だよ。大丈夫大丈夫、そこの、うわ、なんでこっち見てるの、足音かな。うわー、なんだ今度は、なんだ今度は、なんだ、よしよし止めて。ウォーマシン使いたいけどな、敵の位置がはっきりしない中で使うのはちょっと微妙。お、いや、これ使っちゃおうか。これ敵のミサイルじゃない、トロフィー、トロ、あー、もうトロフィーが置いてあります。めちゃくちゃトロフィー置くじゃないか。壊していけない、エンジニアにして壊した方がいいかもしれないな。おお、ありがとう、カバ。やばいやばい、そっちか、次まずいですね。ちょっと偵察化されたくない。で、スタン入れます。センターから来てるか。いやー、ですが、こっちチームどんどん続いてるな。これはね、一回センター取らないといけないと思う。よいしょ。いやー、倒してくれ、頼む、いける、ナイス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 。とりあえず上取りますよね。トロフィーかな。敵の空爆出てきた、上は取れてるから。で、敵左奥脇でしょ。うん、マジ、あれ、エリアやられてる。大丈夫大丈夫大丈夫、リスポーン多分ね、敵正面から来ますね。大丈夫大丈夫いけるいける。なんか後ろでちょろっと湧いてるけど、多分これ一人だけ湧いたパターンのやつだな。よし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 、で、トロフィー焚いてあげて。お、上にいる上にいる上にいる。お、なんだ、あれ、なんか今飛び降りたように見えたんだけど、ここで終わるかな。終わる可能性ありますね、まだ。やばいやばいやばい、あははいけるかな、ここで、ここで行きたいね、行きたいね、ここ。よーし、ふぅ、めちゃくちゃきつかった、正直。いやー、かなり途中参加多いですね、今作。なんだろうな。はい、というわけでお疲れ様でした。まあ今日は途中参加でちょっと試合短かったですけど、まあ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 、良いんじゃないでしょうか。というわけで、今日もよかったらチャンネル登録と高評価ね、まだしてない方、ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。